川北リハビリテーション病院セラピー部理学療法士の沢本陽平です。今日はフットケアの視点から靴の選び方についての話をしたいと思います。突然ですが、皆さんはどのような基準で靴を選んでいますか？靴の目的としてはファッションの一部としておしゃれなものを履きたい、疲れないで長い距離を歩けるように選びたい、あとはすぐに脱ぎ履きができるようなもの、またはとにかく足が痛くならないようになど、さまざまな目的で選んでいると思います。ここで靴の歴史についてですが、太陽の熱を受けて熱くなった地面や鋭い岩などから足を保護するためにサンダルが生み出されました。紀元前7000年前頃から羽毛のついたサンダルが発掘されていたと言われています。足を守る目的で靴は古くから使用されていました。今日の講義の内容についてです。まず最初に靴の選び方についてお話をします。その後、足の形や変形に関しての話、次に足に関連する病気やトラブルについて、最後に足の健康を守る体操をお伝えします。まずはじめに靴の選び方についてです。靴のチェックリストをこちらに用意しました。皆さん、靴のつま先部分が擦れたりしていないでしょうか？また靴が指のところで曲がって変形していませんか？足や指が赤くなったりしてないでしょうか？また足に豆ができていませんか？また長時間その靴を履いていると疲れたりしませんか？以下の中で当てはまっているものがないか考えてみてください。ここで靴を選ぶ時のポイントについてです。まず靴のかかとに注目して、かかとの包み込みがしっかりしていることを確認してください。次に適度な硬さと弾力があるかどうかを見てください。また足の指の関節に合わせて曲がるかどうかを確認してください。また足の指は靴の中で動かせるほどゆとりがあるかどうか、足の甲の部分までしっかり覆われているかどうか、この点を確認してみてください。次に靴の正しい履き方についてお伝えします。まず靴は紐を緩めて、紐やファスナーを留める前にかかとをトントンと叩きます。その後紐を結ぶことで靴が中でずれることがなくしっかり履けます。よく皆さん靴を履いた後につま先をトントンと叩いて履くことがあるかと思います。それでは十分に靴が足の中で固定されていません。靴の選定基準には大きく分けて足長と足の幅があります。足長に関してはかかとからつま先までの長さを測っていただいて、それプラス1センチから 1.5 センチのゆとりがあることが、基準とされています。また足の幅は指の付け根のところの幅を測って、それに適した靴を選択すると良いと言われています。次に足の形や変形について話をしたいと思います。まず足の形についてです。足の形は指の一番長いところがどこかによって3種類に分かれているのをご存知でしょうか？人差し指が一番長いものをギリシャ型、親指と人差し指の長さが同じものをスクエア型、親指が一番長いものをエジプト型というように言われています。また女性がよく履くヒールの靴などはそれに合わせてつま先の形が違うように作られているそうです。では次に足の変形についてお話しします。皆さんも聞いたことがあるでしょうか？足の変形には外反母趾や内転小趾のように指の変形、あとはハンマートゥーのように指の先端が曲がってしまうもの、あとは扁平足のように土踏まずがなくなってしまうもの、
爪の変形ですが、巻き爪や貫入層といったこのような変形がよく見られます。次にベンチというものについてお話をしたいと思います。皆さんベンチとは聞いたことがあるでしょうか。皮膚の角質層が厚くなった状態で、足の裏に圧力や摩擦、衝撃などによって形成されます。足の裏にベンチがあるとないところに比べて11倍潰瘍ができやすいというようなデータもあります。次にベンチができやすい場所を図で説明します。こちらに足の形があるのですが、足の裏の指全体の場所、あとは足の親指、その付け根の部分、かかとの周囲の場所にベンチができやすいと言われています。また一箇所だけではなく多くの場所に併発することもあります。ベンチがある状態で歩くことは常に小石を踏んで歩いていることと同じようなものだと言われています。想像してみてください。すごく痛そうですよね。次に足の病気やトラブルについてお話をします。皆さんこんな症状はないか確認してみてください。足の冷えが出るようになってきた、足の指や足の甲が赤くなっている、足がしびれるようになった、ふくらはぎが痛くなった、歩いていると足が痛くなりしばらく休憩すると消えて歩き始めるとまた痛くなる、このような症状はありませんか？足に影響を及ぼす原因はたくさんあります。日頃の不摂生、高脂血症、高血圧、糖尿病や加齢、喫煙歴、肥満などが原因と言われています。ではなぜ先ほどのような症状があると足の病気につながってしまうかというところですが、高血圧や高脂血症、糖尿病があるとそれらによって動脈硬化が起こります。動脈硬化があった状態で靴ずれ、やけど、感染、外傷等を起こすとすごく傷が治りにくくなってしまいます。これらを予防するためには動脈硬化にならないように病気を予防することが大切と言われています。それでは足の病気に関するまとめです。足病の発症の多くは生活習慣病からなる動脈硬化とされています。靴ずれなど些細なことから発症する場合が多くあります。ベンチには後発部位があります。ベンチは足の傷に進行しやすいため注意が必要です。足の病気がものすごく怖いことが少しお分かりいただけたでしょうか。そのためには靴の選び方を重視することが大事だと思いませんか。では最後に足の健康を守るための体操をいくつかお伝えします。皆さんやってみてください。まず一つ目がカーフレイズ、かかと上げの運動です。これは扁平足予防に効果的です。まずつま先を内側に少し入れます。その後かかと上げの運動を5回繰り返します。転倒の危険性が高いので必ず捕まりながら行ってください。次に反対側も同じようにつま先を内側に入れ連続5回行います。親指に力が入っているのを確認してみてください。左右5回ずつを1セットとして1回で3セット、これを毎日繰り返し行ってみてください。次はタオルギャザーの運動です。これも扁平足予防に効果的です。まず座るための椅子とタオルを用意してください。足の指を使ってタオルを手繰り寄せていきます。目安としてはタオルの先端が自分の足元に来るまで頑張って手繰り寄せてみましょう。
最後は足の指でのじゃんけんの運動です。足の指を使ってグー、チョキ、パーを連続で3回ずつ行ってみましょう。グーは足の指をすべてで握ります。チョキは親指を上に反らしてみましょう。パーは足の指をすべて開くように力を入れてみてください。グー、チョキ、パー、これを3回ずつ繰り返します。いかがでしたか？靴の選び方や足の変形についてのことは少しお分かりいただけたでしょうか？これらのことを活かして今後の足の健康について考えてみてください。